tej strony Zmany i zapraszam do oglądania 7 odcinka serii Let's Play Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst. Czemu filmik zawiera tylko cutscenki? To zapraszam do przeczytania opisu filmiku. これこそ内派たちの真実。奴はサスケのため、この葉のために死んだ。どういうことだ？それがもし真実だとして、それを知ったサスケはなぜこの葉に戻ってこない？サスケの死としてサスケの本心を分かっているつもりだろうが、とんだお門違いだ。本物だ。 本物の復讐者だよ、彼は。なんでだってばよ。なんであいつが、どうしてこんなことになっちまう。どうして復讐に向かっちまう。仕方ないのさ。それが血塗られた内派の憎しみの運命。遥か昔、 忍びの祖、陸道仙人の時代から続く憎しみの呪いなのだからな。憎しみ？呪いだと？かつて陸道仙人には二人の子供がいた。共に修行し共に成長した二人だったが、彼らの平和に対する思想は二つに分かれた。 兄は平和には力が必要だと悟り、弟は平和には愛が必要だと悟った。そして陸道仙人の後継者を選ぶ際、仙人は愛を求めた弟を指名したのだ。この決定に怒った兄は弟を憎み、争いを仕掛けた。時が経ち、血が薄れても二人の子孫が争い続けた。 兄の子孫は後に内派と呼ばれ、弟の子孫は後に千住と呼ばれるようになる。千住、つまりは初代火影の一族か。そうだ。俺は初代火影である千住柱と幾度も幾度も拳を合わせ、渦巻きナルト。お前の中には あの千住の火の意志が宿っているのがわかる。千住と内派、火の意志と憎しみ、ナルトとサスケ、お前たち二人は運命に選ばれた次の二人になるだろう。サスケは内派の憎しみを全て背負い、その憎しみの呪いを世界へぶつけるつもりだ。もっと最も強い武器であり、友であり、力である憎しみ。それがサスケの忍道なのだ。お前はいずれサスケと戦うことになるだろう。いや、俺がお前にサスケをぶつける。長きにわたる因縁の戦い、内派の存在をサスケに証明させるためにな。サスケはお前のおもちゃじゃねえ。 勝手なこと言ってんな。くだらない、その証明が目的なら、なぜ美獣を集める。お前の目的は一体なんだ。何が望みなんだ。そうだな、強いて言うなら完全体になることか。どういうことだ。お前らに話してもあまり意味がない。もっと効果的な場で話す。お前らとの会話 楽しかったよ。じゃあな、先輩。なぜだ？なぜこいつに忍び連合の体験を任す？ こいつは忍びの闇の代名詞がつく男だぞ。これは中立の立場から冷静な判断で提案しているだけでござる。私でよければその任を
受け負うつもりだ。ふざけるな。そのようなこと誰が。ちょっと待っていただきたい。おかげ殿、その包帯の下の右目を見せていただけませんか。青、おかげ様の包帯の下とはどういうことなのです。どうにもこれまでの流れが釈然とせず、勝手ながらほかげ殿に対し私の白眼を使わせてもらいました。するとそこに見えたのは、遥か昔戦ったことのある内橋水の道術は、あたかも己の意志であるかのように疑似体験させる術だった。おかげ、お前まさか御船を術にかけ、ことが有利に運ぶよう仕向けたのか。他の方々を騙すことはできても、私の白眼はごまかせませんよ、おかげ殿。貴様、ハロー。次から次へと。なんだ、内葉佐助が侵入してるよ。さて、どこに隠れているんでしょうか。みんなで佐助を探してみよう。おう、なんだと。佐助、なぜあいつが。それじゃゲーム開始。誰が一番最初に会えるかな。飛んで火にいる夏の虫とはまさにこのこと。ダルイ、C。はっ。B の仇を取る。行くぞ。この階段も面白くなりそうじゃぜ。青殿、火影の道術がまだ継続中か確認していただきたい。いや、今は経絡系のチャクラの流れも穏やかだ。術は解けている。火影殿、信用を欠いてしまったな。こんな手を使わずともあなたに決めたやもしれぬのに。やもしれぬでは困るのだ。わしは忍びの世界を守るためにどんな手でも使うつもりだ。話し合いでこの世界が一つになることはない。理想を実現するには時間がかかるもんじゃぜ。よかれと思っても結果不信を生み、わだかまりを生み、二段ぞ。今はお前の言っていることすら信用できん。信用があろうとなかろうと結果は必要だ。それが世界、それが人間だとするなら未来はないな。分かち合うこと、信じること、それをやめたら世界に残るのは恐怖だけだ。道徳を考慮しないやり方や諦めは今の俺にとって受け入れがたいものになった。難しいことを簡単に言うな。今のうちに聞きたいことがあったら何でも質問しろ。先輩として何でも答えよう。なあ、団蔵。だと。なら一つだけ問う。ああ、何でも答えてやるぞ、若造。あんたたちはいつ己を捨てた。ん？さて、ガラ、俺たちはどうする。前の奪回任務では木ノ葉に協力したが、今は暁に成り下がった輩だぞ。内葉、サスケか。